皆さんこんばんは。 AKB48 チーム8広島県代表ののんのんこと奥本ひなのです。よろしくお願いします。どうだった G8？ G8 通りだからね、ちょっとね今メイクしてます。ちゃんと可愛くない？この服可愛くない？もう自分で可愛いと思いながらずっと見てたの、この服を。可愛い。これこれの今シーズンの新作のモデルのやつらしいです。可愛い、見て見て、これ G8 で着てました。だから G8 で初お披露目しました。かわいい。面白かったね G8。 またあのメンバーでやりたいなと思いながらも、さやりんが頑張ってくれました。ハンバーグ作ったけど、面白いの作ったけど、あのね、ママが豚汁作ってくれてたからね、いいのいいの。あげにみたい、それな。でもこれ冬用なんだ、実は。見て、ほら。冬用なの、ほら。もこもこなの。ジュエット見て、面白かった。面白かった？慣れしまった。じゃあ迷ったの、聞いて、はい。迷ったんですよ。どうしようかなと思って。一パターン目が、なんか自分の自己紹介をたくさん言って、なんかね、じゃあですね、今からあの動画が始まったら、じゃあですね、あのナレーション今から始めていくわけですけれども、ナレーションさせていただくのは、まあ、奥本ひなのと言います。私がね、あの今何歳かと言いますと16歳でございまして、チームメイトに入ったのがちょうど14歳の時でしたかね、みたいな、そんな感じの自分の自己紹介をたくさんした後に、なんか動画が終わる終盤ぐらいに、はい、ということでね、あの今からナレーションを始めていきたいと思います、で、あの終わっちゃったやんけみたいな感じにするか、なんかあの自分ら握手会に来た人みたいな感じにするか迷ったの。どっちにしようと思って、で、あの部屋の前がひな子だったんだけど、ひな子が味噌汁を言ったから、あのか動画完全古虫の味噌汁だったから、あの自己紹介の方って動画完全古虫なんですよ。だからまあ握手会でいっかと思って握手会の方にしました。そんな感じですね。はい、ぐる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 とか、いや、ひな子よりマシだから。だって動画にちゃんと沿ってるからね、映像に。あの子は沿ってすらないから。だからひな子がマシ。そうですね、いい判断でしょ、いい判断でしょ、でしょでしょ。こんばんは、こんばんは。そうですね、だからやっぱり G8 は楽しかったと思います。渡したいね、ね、渡したいな、渡したいけど、どうですかね。まあ、皆さんが面白かった、またあのメンバーで見たいとかたくさん言ってくれたらワンチャンあるかもしれない。まあ、皆さん次第だよ。だから頼んだ。頼んだ。皆さんがね、あの面白かったとか、あのメンバーマジで好きとか、また見たいとか、そういうね、そういうことたくさんね、ツイッターとかあの言ってくれたら、あのもうね、あの AKB の公式さんのツイッターをタグ付けして言ってくれたら、まあ、ワンちゃん、ワンちゃん。そうですね、まあ、任せたよみんなに。ひなのたちがこれからもう一度あのメンバーで G8 はできるから、皆さんにかかってるから、よろしく。真面目な練習しなさい。え、正直真面目にやってほしかった、みんな。絶対真面目にやってほしくなかったです。だって振りだと思ったもん、絶対。絶対これは振りだと思ってやったの。しかもさ、
いやさ、中1の時にさアナウンサーコースでさアナウンスのナレーションとかも習ってたから真面目にやろうと思えばできた。じゃあやろうとして やろうとしてもできないんじゃないんです。私はナレーションをやろうと思えばできるけど、あえてそこは置いといて、いやボケたわけじゃないですよもちろん。女子アナ目指せたの、うん、そういうわけじゃなくて、でも女子アナもねかっこいいんですけど、かっこいいんですけど、そのアナウンスコースに入ってるとなんかナレーションができるんですよ。なんか本日はご来場いただき誠にありがとうございますみたいなやつができるんですよね。それがしたくて習ってました。なんかそのダンススクールのダンスの発表会の時の発表会の時のナレーションがねできるんですよ。本日はご来場いただき誠にありがとうございます、奥本ひなのですみたいな感じのやつができるの。だから知ってたの。こんばんは、どうも。そうそうそう、放送員、あ、私まだ放送員だから、でも任せろ。あいわやってたやった、あいわおわおわみたいなやつやろ、忘れたけど。のんのんがしっかりしたら自衛とやばい、いや任せて任せて、だってまとめるの得意だし。司会が司会を司会することを放棄するかもしれないけどね。TSS のアナウンサー、そうそうそう、アナウンサーの方に教えていただくやつです。そうですそうです、そう、劇場の影穴みたいなやつができるんですよ、それやったら。そうでございます。いや何はともあれ楽しかったでございますよ。うん、ひなこはね割とああいう時喋んないんだよ。そうそうそう、いや誰が一番喋ってたかな、まあさやりんか、司会だし。当たり前やってな。そうでございます。まあ、楽しかったね、皆さんも見てて楽しかったと言っていただけたら嬉しいでございます。そしてね、そしてね、ツイッターにね、またあのメンバーで見たい、すごい面白かった、特に奥本ひなのちゃんっつって書いて、あのね公式のねあのツイッターさんをあのタグ付けしていただいておツイートしてくださったら、これから続編できるかも知れません。特にツイッターです、おツイートねよろしくお願いします。任せた、もうみんなに任せた、もう見たいと思ったら。いやでも、おーいよ、パグっていいよ、全然いいよ、いいよ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 。見らなかったが楽しかったに違いない。あれ録画とかないのかな、ないか。 YouTube 放送だったらね、YouTube に上がると思ってたんで、上がるんですけど、ショールーム放送だからなかったかな。あの紫の子が真面目にやってなかった。誰、紫の服誰が着てたっけ。みんな真面目だったよ。数日後に YouTube に上がる、そうなんや、そうなんや、だって。だってだから見てない人はね、それで見て、あのなんか結構真面目にやったので、あの寝落ち用に、なんかだから何かしながらとか、あの寝る時に子守歌としてね聞いてくださったら嬉しいでございます。結構静かなので、うんうん、静か系なので、まだ見てないよって方はね、あの寝つきを良くするためとか、そんな感じです。あの子守歌代わりにね、その配信を聞いてくださったらいいと思います。寝れよ、あ、ナイスツッコミ。逆にですね、それな。そう、まあ一回試してみて、あれで寝れるか。
いやでもみんなさいい声じゃん、みんないい声だったでしょ、イケボ、みんなイケボだから大丈夫、あの耳通りはいいはずだから、うん、みんな耳通りはいいはずだから大丈夫、みんなイケボだからイケボなのでね、みんなうるさかったの、うん、全然うるさくなかった、あのなんか1分に1回誰かが喋るか喋んないかぐらいでしたかね、そんな感じでした。裏話なんだけどさ、あの裏話聞きたいですか、みんな聞きたい、しょうがないなしょうがないな、あのね、始まる前になんか今日ね12時20分ぐらいからリハーサルしたんですよ、12時20分ぐらいから集まってリハーサルをしたんですけど、あのミッサーがね8T を着てたんですよね、着てたんですよ、あの8の T シャツ、間違えた、雪丸だ、雪丸が8の T シャツを着てたの、そう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 、で雪丸が誰か着ようよって言ったんだね誰かこれ着ようよみたいな言ったの、でも部屋たちさ普通にさ普通に着替えてたからさ、やだその服どこに行ったか忘れたみたいな言ってたみんなで、そしたらミスターが今から着るよって言い出したのね、そしたら雪丸がえ生着替えっつって、あのみんなで生着替えをね、ミスターの生着替えをね、期待してたんですけど、そんであのミスターがね始まる1分前ぐらいまでも着替えてなかったんですよ、着替えてなくて、でヒアンたちも喋ってたからもうそのことなんてすっかり忘れてたんですよね、で始まる20秒前ぐらいだな、始まる20秒前ぐらいですみたいなスタッフさんが言ってくださって、その時にミサがパッて消えたんですよね、そしたら雪丸がボソッと生着替えはっていやすかさずツッコミ入れちゃってよ、いや期待すなって言ってしまった期待すなって言ってしまいましたね、ちょっとすかさずツッコミを入れてしまったですねあとなんかメンバーがメンバーがさ揃う時、ヒアロとリッセンとレイちゃんとティンかながちょっと早めに来ちゃって、スタッフさんもまだ何の準備もできてなくて、でメンバーもちょくちょく来るぐらいだったんですよね、だから集まるまでなんか話してたよみたいなことになって、でなんかスタッフさんが最近あった楽しかったこと順番に言ってこうみたいな言って、あの部屋の学校のこと言って、レイちゃんはその体育祭が延期になったことって言って、でリッセンが毎日幸せですっつって、でティンとかヒカルンが特に何もないですっつって何もないんかいみたいな、なでスタッフさんがそこでみんな楽しくないんだね人生みたいな言っててちょっと笑いましたいや特に何もないですっつってめっちゃ面白かった、ほんと。スタッフさんはね、今日のお昼ご飯鮭が上手に焼けたって言ってました、鮭が上手に焼けてちょっと楽しかったって言ってたそうです、何でもいいですよ、学校のことだよ、学校行って朝休憩がどうたらこうたらって言って普通にペタペタ話してました、のんのんはいつでも楽しそう、そんなことないよ、そんなことない、そんなことないよ、寝てるとき楽しくないし寝てるとき楽しくないし、寝てるとき楽しくないよ、寝るの嫌いなんだ、なんかさ夜に寝るのが嫌いで、なんかわかる、わかってくれる誰か、夜にさなんで寝ないといけないんだろうと思って、だってさ
ゲームしたいじゃん、ゲームしたいじゃん。授業中は、まあ、寝るのがさ当たり前っていうか、なんていうの、当たり前じゃん。配信終わったらテンション、え、配信終わったらずっとこのテンションで、配信の、ん、配信してたらさやっぱテンション上がるじゃないですか、じゃんじゃん、テンション上がるんですよ私の場合。みんなは知らないよ、みんなは知らない。部屋のテンション、部屋のね、あの部屋の配信を見てめーちゃくちゃテンションが下がってる人もいるかもしんない、もしかしたらね。いや、いるかもしれない、悲しいよ、悲しいけどいるかもしれないですよ。でも部屋の配信してたらねテンションが上がるんですよすごく。はいとか、はいって言われた、いいのそんなこと言って、帰っちゃうよ、やのちゃん。いいの。あー、もうそんなこと言うんですか、もういいですよ、やのちゃん。もう配信終わっちゃって、いや、今からランキング発表しちゃうけど、いいの、ほんとに。そう。なんだっけ。何の話か忘れたじゃん。あ、あの、そう。配信が配信のテンションを上げまくっても、フィーバーまで達するじゃないですか、このテンションね。もう ここだとしたら。で、こう言って、で、テンションが、突き破ったところでいつもランキング発表してるんですよね。で、そのテンション突き破ったまんま、リビングに降りていいから、もうね、家族とのテンションの差があるよね。だから、とりあえず一曲歌います、下行ったら。で、暴れまくって、ヘッドバンとかします。リアルに。で、お風呂入って、ちょっと落ち着かせて、おねんですっていう感じですかね。なんかね、無理とかじゃなくて、なんか配信してたらさ、知らぬ間にさテンション上がってきちゃうんだよね、わかる？え、雨の音聞こえる？やばくない？雨めっちゃ降ってんだけど、どういうこと？どういうこと？いや、どういうこと？雨めっちゃ降ってんだけど、やばくない？聞こえる？あんま聞こえない？もしかして、のんのんって裏アンテツ主治家族みたいよね。難しい言葉使われたよ、悲しいよ、ひななんちゃん。難しい言葉使わないでって言ったのに、うん、スピーカーだとなんとなくなんか聞こえる、やばくない？だって広島さ今朝警報出てたらしいよ、雨か知らんけど今朝警報出てたらしいです、広島。やばやば、音を上げたらめっちゃ音すごいすごいよね、ザーって言って、ポツポツポツ、どのぐらいの雨の音やってるとね、こんぐらい。ではね、今からモノマネをしたいと思います。モノマネをするって言ったんですけど何も考えてないので、何をしようかな、何のモノマネしよう、何も考えずにモノマネするって言っちゃった。まるまるちゃんね。じゃあ飛躍しすぎたクロミちゃんのモノマネ。あ、間違えた、うん、まるまるちゃんのモノマネはクロミちゃんだよ、以上です。メンバーのモノマネ難しいな、メンバーのモノマネ難しいですね。誰がいい、例えば。ナナはクロミちゃんだよね。そう。クロミちゃん、ね、だよ。飛躍しすぎたマイメルちゃんのモノマネでした。ノノの足玉だ好き。足玉だちゃんのモノマネしたことないよ。したことない。あのい。あのね、明日ものだよ。
あのね、今日の朝ごはんがね、プリンだったの。似てる？似てる？ドアの時の大天使のものまで、いくよ。勝つのは私たちだね、勝つのは私たちだね、来たドボーンチャンス。似てる？なんかヒョンさん、ドボーンっていう、え、知ってる皆さん、 AKB48 のドボーン独り占めっていうなんかゲームがあるらしくて、あるらしくて、その中の奥本ひなのちゃんっていう子の声になんか似てるってよく言われて、そう似てる、本当に自分では全然そんなことないと思うんだけどさ、似てるかな本当に。雨やば、そう、そういえばドボンもツイッターみたいに制限あるの？あります、10時までです。ヘアちゃん10時までしかゲームできません、なんか言われたので。だからね、だからね、ヘアちゃんポイントをね上げようと思っても全然上げれないの。そうだって10時からとかじゃんか、ボーナスチャンスって、つらつらつら。そうなんかね、初めにまあヒャノは真面目だからなんか約束は破れないっていうか、深夜とか早朝に対戦するとことある、あ、それは多分大人面だと思います。高校生はでもダメって言われてるので、そうです、多分するメンバーは多分いないと思います、ダメと言われているので。なんでゲームくらいいいじゃん。あ、そんなこと言ったらダメだよ、そんなこと言ったらダメ、ダメだよそんなこと言ったら。だからね、だからさ、高校生なので、ということは中学生、そう中学生は21時まで、そうですそうです。だからもしね、そんな人絶対に絶対にね、絶対にいないと思うけど、22時以降やってる高校生メンバーはそれはもう悪い子ということで、悪い子ということで、とりあえずあのケツバット押しましょう。ポーン、ひなこやってるの、もしかして、あーもうひなこケツバットだ。ひなこケツバットじゃん、もう痛いだろうな、ダメだ、ひなこもうケツバットだ、悪い子だから。代わりにして、任して任して。ハンバーグ作ったんだ今日の夜ご飯。まあね、ママがさ足骨折してるから、やっぱ長女としてひなのちゃんが何かしてあげたいと思って、まあ私前世マザー・テレサさんですから、マザー・テレサさんの生まれ変わりと言われた女ですから、それぐらい当然のことなんですけどね。え、偉いとか、そう、全然そんなことなくって、あの、私、ほんと、本能的に、あの、やろうと思ってってわけじゃなくて、あの、もう、本能的にやっちゃうんです。だから、その、偉いとかも全然、もういいです、ほんと。全然偉いとかじゃないんです、もう、なんか、うん、人間の、私の、本能的にやっちゃうだけなので、もうそんな偉いとかも神のようとかもいいですから、やめてください。
ママそう足のね左足の骨折れたんだママかわいそう痛そう大停止大停止神のや照れ方がオーバーな人何せ倒れちゃったのんのんせいじゃないよねひなちゃんのせいじゃないよなんか起きたら雨が降ってたんですよねでひなちゃんのお部屋の窓が開いてたから閉めようとしたんですよそしたらあの机につまずいて足が変な方に曲がりましたこれってひなちゃんのせいかなもう大事にして大事にしてるもう超大事にしてるひやちゃんママちゃんのことどれぐらい大事かって言ったらそうですねまあママはね大事にしてるんですけど私いつもそういうイメージがねあると思うんですけどどれぐらい大事にしてるかって言ったらまあ広島ってね牡蠣が有名なんですけどその牡蠣の大きさぐらい大事にしてますデジャブデジャブですねこれは牡蠣の大きさぐらいですデジャブちょうどこんぐらいかなこんぐらい大事にしてますせめてお好み焼きの大きさくらいにいやーお好み焼きはちょっとでっかすぎるかなフフフ大きいのか小さいのか悩む MC サリンだったそれなどう考えてもちっちゃいんでいやあれはねあのサヤリンがさ最初にどんどん大きいイメージって言ってくれたからこその成り立ったボケでありましてそうでございますあれであれでサイリンが大きいって言ってくれなかったらただ単にただ単にエイトやの愛がただ単に小さい人みたいになったんですけどあえてねあそこでカキぐらい本当ねカキを取れる量ぐらいって言おうとしたんだけどいや普通だと思んないな普通だとちょっと思んないなと思って冒険させていただきましたどうもまあなあちょっとなんていうのかな天性のボケ精神がちょっと騒いじゃった騒いじゃったかなちょっといっけね騒いじったそうです前髪だいぶ伸びたな部屋のフフッ天性天性やからなやっぱ天性のちょっとあれが出ちゃったかもしんないどんどんツッコミのイメージありますけどまあどっちもできる的などっちもいけちゃうみたいなどっちもいけて神のような心そして仏のような考え方どうも前世マザーテレサですフフッ愛を込めて僕から逃げるもうねへんさ歌唱をねもうねめっちゃ5年後めっあの心を込めて歌うのでもうねもう感情もカーぐらい込めて歌うので楽しみにしていてくださいめっちゃ感情をね込めてもボロボロ泣いて歌うので泣きながらブワー
収録まだですね。収録10月入ってからですよ。でも絶賛練習中なので、練習中なのでね。そう。もうやばい、もう聞いた瞬間から人々の、もう人々の、あの、瞳から大粒の涙が、あの、こぼれ出るぐらい感情を込めて歌います。ま、恋したことないんですけどねっつってなんかさ、あの、感情を込めるのむずいよね、やっぱ。だからたくさん第五人格をしたいと思います。第五人格をして、その時の思いを覚えて置いて歌いたいと思います。もう振り乱して歌うから、はみたいな感じです。前髪がボサボサになった。美咲ちゃん始まっちゃった。行ってこい、あとは俺に任せろ。ここはいい、俺に任せて先に行け。また配信で会おうぜこんな感じかな。泣けたら女優、いや多分泣けると思うんだよね今回、ガチで。本当に泣けると思うんだよね。歌聞いて泣いたことある？ある。かけ食べるとボケツッコミよくなる。たくさん食べて、そしたら私のようになります。泣ける曲なんだね。うん、割と。許可たんも配信してる行ってこい、あとは俺に任せろ。ここは俺が食い止める。死亡フラグここは俺が食い止める。先に行け、あとは頼んだぞ。死亡フラグみんなで考えよう。なんかあったよね。あとこれ、死亡フラグトップ2。俺、この戦いが終わったら花子にプロポーズしようと思ってるんです。これ死亡フラグだろ。死亡フラグ4。こんなところいられない、私は先に部屋に戻るわ。これ確実に死ぬねなんかあるよね、なんかあったよね、そういうの。どんどん負け戦してるの？今んところ負ける戦はしてないかな。なんていうか、勝ったことしかない。まあ、なんていうの、負ける戦はしないそんな感じです。はたからね、負ける戦はしないのじゃよ。なんて言ったって前世ノブくんだからな。お、ピチャピチャゴーさん、ハートダック、ありがとうございます。ハートありがとう。神ですか？いいえそんな神とか大したものじゃないんですよまあなんていうのかな、まあ神、いや、なんていうんだろう、まあ言うなれば姫君を守る騎士というとこでしょうか何言ってんの、何言ってんの、大丈夫これみんなの気持ちだから、みんなの気持ちを代弁して自分に自分で言った。分かってるよ、大丈夫じゃない、あんまり持っておくれ何言ってんの気づいてください、こちらこそ。こちらこそです。
ということでね、はやおちゃんのね頭がだいぶおかしくなってきたところでランキング発表したいと思います。今日はねちょっと G8 もねあったので、もうはやおちゃんお腹いっぱいだっていう方が多いんじゃないでしょうか。お腹いっぱい、みんなポン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 お腹いっぱいですかということでランキング発表したいと思います。ポチッドゥルドゥルドゥッドゥルドゥッドゥッドゥー。13位カイスさんありがとうございます。12位キクちゃんありがとうございます。11位エイニャさんありがとうございます。10位ヒロイさんありがとうございます。これさヒロイさんで合ってんのかな、ヒロアイさんとかかな、間違ってたらごめんちょ。9位クラクギンシャさんありがとうございます。8位ダイちゃんありがとうございます。7位バンクさんありがとうございます。6位キラキラボスさんありがとうございます。5位ベベモンさんありがとうございます。4位ヨメコブチさんありがとうございます。3位ハウさんありがとうございます。2位エンドさんありがとうございます。そして1位はドゥ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 ン、ケンオンパチさんありがとうございます。ケンオンパチさんありがとう、ありがとうございます。キャッチフレーズをしたいと思います。ケンオンがもっともっとって言ったら、ワクもっとって言ってください。おハートありがとう、エンドさんハートありがとうございます。もっともっと奥もっとありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました16歳のんのんこと奥本編です。よろしくお願いします。はい、ということで皆様本日はね見てきてくださってありがとうございました。ありがとうございました。ジエトムの方もね見てくださってありがとうございました。ということで、また明日も配信したいと思いますので、ぜひ見てください。それでは、ありがとうございました。バイバーイ。3、2、1、0。アデュー。バイバーイ。